はい、皆さんこんにちは、オッキーです。今日はバランス君、バランスボール君、バランスボール何のためにどういうことやバランスボールってこのボールの俺もしかして口ね何のために生まれてバランス君は出身がアメリカなんよね。アメリカやで。アメリカのどこやったっけ。アメリカのデトロイト。ブレイキングダウンで無双しております。ブレイキングダウン出てんねよバランス君。でもなんかオーディション申し込むの忘れとってついてるってちょっと頭のバランス良くないんだアンバランス頭アンバランスやん。アンチ標準語なの。あ、そうなんや。そう、なんで気持ち悪いんだバランス君ってかっこいいじゃんみたいな。あかんな。あかんな。悪くはないけど、なんでだよ。ゲイっぽいけどみたいな。なんか強く伝われへん。そうだよね。そうだよね。俺らも怒られへん。俺の関西弁強すぎてもあかんわーって言うね。怖いねん、イメージあんねん。ああ、まあそうね。しかもちょっと岸和田とかに住んでるからさ、もうグレードアップしてるよ。青春ヤンキー。じゃあ今日はバランス君が一番関西で美味しいと思ったハンバーガー屋さんに招待してくれます。やっと一番は、いやごめん、一番じゃなかった。一番じゃない、な、今二番そこは一番でいいやん。バーガーのアメリカに一番似てるやん。すごいアメリカの感じたいのバーガーさんがいればこっちやん。おお、本場のアメリカのハンバーガーを味わいに行こう。マジで。レッツゴー、レッツゴー。店もこちらです。どれどれ。おお、いかつ。これ英語やろ。いかつ。確かにめっちゃかけな。すごい英霊っぽいやろ。Where I saw something I just can't tellMy mind told me I should proceed with caution. My heart said, "Okay, make it better than that." 何が有名なの？一番有名なのは天ヶ崎バーガー。天ヶ崎バーガー。でも、はい、味濃いの好きな方はテキサスとか。テキサス天ヶ崎バーガー。天ヶ崎バーガー。はい、しかもなんか追加できるぞこれ。僕ピクルス追加でお願いします。ピクルス追加。テキサスバーガーにするわ。テキサス。確かに違うやつなんだから。そうそうそう。ナイス。分かってる。で、テキサスバーグバーガー。デムとピザ頼む。じゃあミックスピザで。ミックスピザで。ドリンク2つお伺いします。アメリカ人コーラしか飲まないから。コーラちゃうコーラ。もうコーラしか頼まない。ドクターペッパーのやつ。ドクターペッパーのやつ。ミックスは単品ですか、うん、セットにします。あ、これもじゃあセットで、セットで、はい、で、ドクターペッパーで、はい、いやー、ドクターペッパーなんや。俺、アフ好きちゃうよな、あれ。行きます。おはようございます。これ、ウェルカムアメリカですか。ウェルカムアメリカ。ウェルカム、ウェルカムアメリカ。でも内装もすごい可愛いですね。可愛い。で、これめっちゃエグいやん。なんかほんまにあれっぽいやんか。あ、そうなん。エレ行ったらもうどこでもあんねん。え、そうじゃん。なんか相性つかない。こことかかっこいい。ほら、見て。お客とバリやってんの。自分の近所を想定してる。あー、レバレバ。そうそうそう。乾杯しますか。よし。え、ちなみに電馬くんはこれ好き？ドクターペッパー。ドクターペッパーっすか。いや、僕はね、ぶっちゃけ好きではない。じゃあ乾杯。乾杯。これアメリカのあれですか。アメリカのやつ。あ、アメリカの、うん。どう？なんかあの、咳止めの味する。昔より美味しいと感じる。いや、思った一緒、うん、昔はなんか、うしぶだったけど。しかもこれあれよ、あのよくアメリカ人のパリピがさホームパーティーしてくるなんで絶対これ使うんやろ。飲みやすい。ダンスとかカップとかもだけ洗わなかった。あー、そのまま捨てる。これがなんかわざわざ赤にしてくれてるところが可愛いよ、うん、日本の白色のやつや、ちっちゃい白色のやつや。でも、誰にいいやろ、そんなやつ。オッキーチャンネル。お待たせしました。天ヶ崎バーガーピクルストッピングです。はい、とテキサスバーベキューに卵をトッピングです。すげえ。こっちがうまそう。すごっ。すごっ。違うやろ。こっちがバランスバーガー。そう、テキサスバーベキューバーガー。で、こっちが天ヶ崎バーガー。まあ、オリジナルってことだね、多分この店。オリジナルの店の店の。えかっ。いただきます。
いただきます。絶対フライブデート先に食うわ。そうなんや。なぜかバーガー先に食っちゃったらもうフライブデートが冷たくなるやん。でそうすると絶対食べられへんから、もうそれしかないんだよ。なるほど。へー、そんなスピードで早っ。これって早食い？うん、うん、え、そんなに早い？プチュー、ほんまにプチュー。アンバランスくんやん。いや、アンバランスやん。ポテト食べ終わるまでハンバーガー食べれません。うん、僕は普通に食べます。アンバランスくん、うまそう。すごい。でピクルスちょっと追加してるんだよ。ああ、なるほどね。オプションで。いただきまーす。どうどうどう。え、なんかお肉の味がすでに違う。どういうこと？わからん。なんか。わからん。パテがとかですね。うん。の味がすでに全然違う。うわ、美味しそう。これは美味しいわ。しかも香りもめっちゃいいですね。なんかこっちまで匂ってくるの香ばしい。お、バランス系食べる？あ、もうタイミング。何アメリカ人な。絶対ケチャップつけな。ケチャップつけな。これ味ついてるよ。味ついてるけど、ケチャップあればもう最高。やばい、オッケー。いつも事故る。マヨネーズついてる。ちょっと可愛いっていうファン獲得しようかな。やばい、ちょっと見て。ねえねえって何やん。マクドナルドやん、それもう。ソースあるやん。すごい。何これ。食べり方どうぞ。いただきます。うわ、うん、うめえ。でも確かにあの一口のクオリティがちげえなと思った。もう半分ぐらいになってんねん。え、噛んでる？噛んでる。もうあれやん。バランス君もうバーが終わるけど。え、これほほー、なんでバランス君は太らんの？代謝が良すぎで。じゃあ代謝アンバランス君。トゥーアンバランス君や。分厚い。いただき。え、送っていい？いいよ。あ、すきすき。バランスが分が食うと全部小サイズになるな。確かに。向こう向こうも甘がさくバーガー。めっちゃうまい。これすごいやん、これ。これ食べてお母ちゃん。3秒ぐらいで食うから。バランス君マクドナルドやって1秒食べれちゃう。こんにちは、今ホナさんです。なぜその店にあげようと思ってますか？めっちゃロサンゼルスめっちゃ好きで、なんかそのテイストでやりたいなって。なんか日本にもあんまない感じなの？そうっすかね、なんかそのまんまっていうか。はいはいはい。店なんか店内もそんな感じですか？うん、そうっすかね。アメリカを味わえる。そう、なんかすごい LA なんか感じるからさ、すごいアメリカやなとか、あの AM もあるし、そのままスヌープドッグとかなんか飾りがすごいなと思ってる。素晴らしい。おきーちゃんです。バラス君です。大阪住まいです。まあここに出てる理由はヤンキーの強さが試してみたいだけで。ほら、ワクワクしてきたぞ。一番最初のブレイキングはどれやったっけ？ 6？ いや、7。あれはどうやったの？試合はした？試合あったけど、なんかオールディションみたいなやつだったの。オールディションで。うまくできたから、なんか次の試合みたいな待ってたけど、どうなったんかなみたいな。で、今、次のオーディションに申し込んでて、そう。連絡待ちみたいな。あ、ね、そうなんだ。まあ、やけど、ちょっと、アホすぎて。申し込みの期間を遅かったな。1時間オーバーして申し込みたらしい。絶対あかんやつ。流れてくれるかどうかわからんな。まあけどあれずっと続くからね。どっかのタイミングで。僕これ聞いたことあるんですけど、アメリカってポテトを野菜やと思ってる人が悪って聞いたことあるけど。
これはどうなの、これはどう、さすがにない、あの、いいね、言いたくないけどさ、そういうところな。これを食って野菜取ったっていうんですか、あー、あかんな、スーパーアンバランス、それはアンバランスね、それはそれはアンバランスから、それはアンバランスじゃ同意するわ。